14日夕刻お預け先田村右京太夫様お屋敷にてご切腹にござります。はい、頼む。今日のことを聞かば定めし不審にも存ずるであろう。すまん。おばせご公儀よりお沙汰ご領地を召し上げお家断絶断絶江戸をもて即日お屋敷を引き払い。なんということじゃ。お助のせい大ヒットだ。ではもし赤穂家中に僧正のことあらば浅野本家は言うに及ばず、一家一門の末に至るまでご公儀のお咎めが及ぶという一条。この度のご公儀のお裁きあまりにも片手落ち理不尽と存じます。なんと申す。むざむざ開城いたすは無念と思う家中一等の心中ならば、評議の次第では天下を相手に一戦をも辞さぬお考えか。何を届けた。主君も気違いならば家内も気違いよと世の物柄になるがおちじゃ。お言葉ではござりますが、この赤穂の城は藩祖以来公儀が立ってと仰せられぬならば、かなわぬまでも一戦相まじに城を枕に討ち死にしてこそ。武士の本懐と存じます。